こんにちは。毎日着物生活十数年、木下着物研究所、木下紅子です。こちら側から失礼いたします。自分に似合う色ってなかなかわからないという方多いと思うんですけれども、それを無料で診断してくれるツールというのを見つけましたので、ちょっとご紹介をね、させていただきたいというふうに思います。大手のインターネット通販会社の ZOZO タウンというところがありますけれども、そこの ZOZO タウンの中で、まあ、コスメの分類があって、そこで似合う色が分かればファンデーションとか口紅とかが選びやすいですよねということで、本日は無料のねツールを申し込んでそれが届いたので、ちょっと今日実際ねやってみたいなというふうに思います。申し込みましたらこういうねメガネが届きます。ZOZO グラスというふうに書いてありますね。これを使って診断をしていくそうなので、ちょっとね実際やってみたいと思います。まず QR コードを読んで計測を始めましょう。ZOZO グラスは専用のアプリを使うことであなたの肌の色を解説しますというふうになっていますので、ちょっと私のスマホを使ってやっていきましょう。今 QR コードをスマートフォンで読み込んだんですけれども、事前にね ZOZO タウンで会員登録とかっていうのは必要なようですね。で ZOZO タウンを開きますかというふうに聞かれるので、はいということで開いていきたいと思います。で、ZOZO グラス、肌の色を測定するというところがあるので、これを測定する。で、計測方法を見るとか、計測を始めるっていうふうに書いてあります。まず、情報を入力します。性別と、それから誕生日を入れていきますね。で、決定。計測の準備をしましょう。髪の毛が顔にかからないようにまとめてくださいというふうになっています。で、私今日メイクしてしまってますけれど、メイクをね落としてくださいというふうに書いてあります。で、明るい場所で計測をしてくださいというふうになっています。で、ZOZO グラスをかけます。よいしょ。かわいいですよね。かけてください。準備 OK。 ZOZO グラスをかけてカメラの方を向きます。ここね全部ねいろいろ書いてあって、白い枠の中に顔を入れてください。スマートフォンとの距離を調整します。で、今ね計測環境の明るさをチェックしています。体の向きを変えてください。顔に光が当たりすぎています。どうしたらいいかな。あ、この向きで OK みたいです。顔を上に傾けてください。ん？右上。これね丸の中にどっちの方向を向いてくださいって指示がされてて、順番にやらないとダメみたいです。下、次こっち、上、あ、右左上で、次 ZOZO グラスを外して計測をしていきます。さっきと同じ上、右上、右横。あ、顔をね傾けすぎている、すいません。右下、一番下、左下、左横、左斜め上。今計測結果を準備しています。どうかな。もうすぐ出ました。計測を完了しましたってなってるので、計測結果見てみましょう。肌の色、明るいトーンのニュートラルカラーだそうです。私の肌の色で、明るめのトーンでナチュラルな赤みの肌の色なんだそうです。フェイスパーツ別の色、あ、すごい、こんなところまで出るんですね。なんか全体としてはこのくらいで、右の下の目元とか頬とかそういったところの部位の明るさまで教えてくれますね。で、最後パーソナルカラーの診断結果が出ました。パーソナルカラーっていうのは、その皆さんの肌の色を4つのシーズンで、まあ4シーズンで表すものになりますね。春とか夏とか秋とか冬とかっていうので表すと、こう色味っていうのが想像しやすいと思うんですけれども、その中で自分の肌の色が分かると、どういった色が似合うのかっていうのが分かると、おのずと似合う色のものをが選びやすくなりますよね。こう何を着ていいのかわからないっていうよりかは、やっぱり何かガイドがあった方が物を選びやすいというふうに思いますね。私自身はパーソナルカラーはブルーベースの冬でした。
私はパーソナルカラー以前も別なものを受けたことがあって、自分自身はブルーベースの冬っていうのは分かっていたんですけれども、このねZOZOグラスでも同じ結果が出ています。やっぱり何が似合うのか分からないっていうよりかは、ある程度分かっている方がね、物を選ぶ時の指針になるというふうに思います。で、このZOZOグラスの中では、肌に近いファンデーションとかっていうのをご紹介してくださったりとしているので、まあファンデーション選び、まあなんか顔がね白くしちゃったりっていうようなことを避けたいなという場合は、こういうねの利用して選ばれるっていうのもいいんじゃないかなというふうに思います。このZOZOグラスはZOZOタウンの中でこうお化粧品をね選ぶ時の参考に使っていただきたいということで開発されているツールになりますけれども、今こういったのがね活用せっかくできるので、ぜひ皆さん活用していただいて、自分に似合う色というのもこれだけではないと思うんですけれども、一つ判断材料にしていただいてもいいんじゃないかなというふうに思います。ZOZOグラスの入手方法などについては概要欄に詳細を貼っておきますので、よかったらご活用になってみてくださいね。以前別な動画で似合う着物の見つけ方というのを動画を作っています。そちらも詳細を概要欄に貼っておきますので、よかったら合わせてご覧になってみてくださいね。本日の動画が面白いなとかお役に立てたようでしたら、ぜひ高評価ボタン、それからチャンネル登録もよろしくお願いいたします。お着物好きのお友達がいらっしゃったら、こちらのチャンネルご紹介いただけたら嬉しいです。それではまたお会いいたしましょう。